はい、皆さんこんにちは。どうもロミピです。今日はね、こちらの商品を紹介したいと思います。ババン、九州限定レモン堂のレモンサワー。じゃあね、早速飲んでいきましょう。これね、実はね、3本パックでした。でね、これ九州のリスナーさんからね、いただいたものなんですけども、3本パックでね、定番レモンってやつをね、僕ね飲んじゃいました。でね、今ね残ってるのが2つになります。こっちがね、蜂蜜レモン、こっちがね、塩レモンです。で、アルコール度数が塩レモンの方が 7%、 蜂蜜レモンの方が 3% です。じゃあね、早速ね、飲み比べてみましょう。はい、こちらがレモン堂のレモンサワーです。左手がね、塩レモン、右手が蜂蜜レモンです。これね、俺何の気もしないでね、勝手に飲んじゃったんだけど、実はね、これコカ・コーラから出ているレモンサワーでした。左の塩レモン、右の蜂蜜レモンね。じゃあね、早速飲み比べてみましょう。はい、じゃあね、塩レモンの方からついでいきます。はい、じゃあね、こんな感じですね。カラーリング的には薄い黄色がかったような感じでね、微炭酸な感じです。じゃあね、早速飲んでいってみます。塩レモン、いただきます。あー、結構ね、レモンの苦味が強いです。で、アルコール度数的にはね、ガツンとくる感じでね、フルーティーな香りが鼻からふわっと抜けていく感じだね。結構ドライ感が強いレモンサワーです。はい、じゃあ次ね、蜂蜜レモンの方をついていきたいと思います。色合い的にはね、そんなに変わりはない感じですね。でもね、こっちの方がちょっと炭酸が弱いのかなって感じがします。じゃあね、早速飲んでみます。はい、じゃあね、蜂蜜レモン、いただきます。全然違うわ。蜂蜜レモンの方が本当に蜂蜜感があってね、甘いです。甘いレモンサワーって感じ。こう見ると若干ね、蜂蜜レモンの方がね濃ゆいんだよね。で、こっちの方が塩レモンなんだけど、こっちの方がドライ感があってね、僕的には好みの味です。こっちの方がね、お酒がね、ちょっと苦手だよって、甘いの方がいいよ、甘いお酒が好きだよって方はね、蜂蜜レモンの方がいいかもしれません。はい、じゃあね、そういったわけでね、今日はコカ・コーラ社から出ているレモンサワー飲んでみました。レモンサワーといってもね、3種類出ているうちの定番の方はね、僕が飲んでしまったんですけども、今日はね、一番強めのアルコール分 7% の塩レモンで、アルコール分が 3%、 一番低いね、蜂蜜レモンを飲んでみました。本当にね、全然味わいがね違ってね、めちゃくちゃ僕はドライ感のある塩レモンの方が好みでした。まあ、いろんなね、さまざまなチューハイ出てますけど、こんだけね、レモンサワーだけに特化した会社ってのも珍しいんじゃないのかなと思います。皆さんご存知、コカ・コーラですので、やっぱりね、それだけのジュースを作るノウハウっていうのはね、すごいものを持ってると思うんですけどね、そのコカ・コーラが今回ね、こういうチューハイ業界に殴り込みに来たってことでね、ぜひね、皆さんもね、飲んでいただきたいんですが、これね、まだね、九州限定の商品みたいなので、まあね、九州に行った際コンビニとかで買ってみたりだとか、あとはね、全国発売になってから皆さんもね、楽しんでみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。